ジャグってパーティー。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。ね、今日はジャグってパーティー、吉田のマンゴイカのレコ初ライブでございました。お疲れ様です。ございました。団長の山ちゃんです。本当たくさんの、ご来場、本当ですね、まあ、お足元悪い中で来ていただいて本当に感謝です。まあ、いい森で終わることできました。ありがとうございました。ね、本当に幸せな時間やった ねなんかあっという間でした ね、 ちょっとね、めっちゃ楽しかった。トラブルも踏まえてこのうちはドタバタジャグバンドなんで、ね、パーティージャグバンドドタバタジャグバンドをお届けしました、ね、なんか、ね、もうなんかドタバタの全てがなんかもうコンテンツというか、そうや ね全部それももうなんかわざとかなと思ってしまう。にしときます。ね、本当もうめちゃめちゃ良かったです。いや、本当ありがとうございます、ね、この CD にかけた思いというか、選曲だったりとか、そうですね、もう今回でもやっぱり、そのジャグとね、ウォッシュタブのね、うんうん、サウンドをしっかり入れたいなっていうのを、10年前作った時はちょっとそうではなかった、うんうん、それはそれで良かったんですけど、やっぱ今回その辺こだわって、こっちちょっとフルアルバムというね、こだわりでちょっと、大変なボリュームの曲数になったんですけど、でもこれ聴いたら絶対みんなハッピーになれる、そうですね、元気になれるような、ね、そんな CD ですよね。なのでたくさんの方に手にしていただきたいですよね。そうですね、またちょっと、まだね、9月もね、またモダンタイムス帰ってきますから、はい、ぜひぜひまだ、ね、見たい方でも、もう一回見たい方ですね、また違う感じ方も、そしてもう1回5枚ぐらい、お前ね、ご飯用とかトイレ用とかお風呂とか飲んでぜひぜひとも手にしていただきたいと思います、ね、ありがとうございます。じゃあこれからモンゴイカとしてはどこへ進んでいきましょう、どうしていきましょう。そうですね、まあこのパーティージャグバンドってジャンル自体がなかなかないので、この楽しさを込めつつ、やっぱね、こうグレードを上げていって、ね、もういつ見ても飽きないような、さらに目指していきたいなと思います。はい、ね、本当にこれからもね、共に歩んでいきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一個団長の山ちゃんでした。ありがとうございます。はい、魂を込めていただいております。このステージに魂を。なんかでもこれからね、消すけどね、なんかここにこれが埋まってるんだなって思うとさ、なんかちょっと良くない？メッキは帰っちゃったから。モンゴイカ参上や。ちょっと負けてきた、どうしよう。参上。歴史。じゃあ二人でなんかコメント書いて。俺とマサちゃんタイトルといいです。はいはい、二人がコメント。誰が伸びた？どういうことや？どういうコメントで誰が伸びたの？想像力とアドリブ力が問われるね。お、なんかちょっと北斗神拳みたいなのを書き出した。日付、最後日付、今日の日付、2020年の日付。君の手がさ、職人さんな。大黒ドラゴンみたいな。はい、ありがとうございます。皆さんこれからも本当に、はい、カメラ、カメラよろしく。これ動画アップ、動画アップ。皆さん本当にありがとうございました。ドラゴンはもうね、ドラゴン22席に帰っちゃいましたからね。これからも本当に頑張ってね、モダンタイムス続けていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。バンザイ、モダンバンザイ、モンゴイカバンザイ、やったはい、ゆっくり脱ぐ、じゃあ連続でいきましょう。じゃあ次はですね、頭の前で手拍子いきましょう。はい、いいですね。皆さん、できれば手拍子は笑顔を見せないでください。手をつなぐ、はい、皆さん、久々ですけど、その夫婦でも構いません。はい、手をつなぐ。さあ、昔これやってね、前にやったら20年ぶりに手をつないだって思いましたね。はい、手をつなぐですか。手をつないだですね。はい、その手をつないだ、はい、上に上げましょう。はい、もう一回、はい、いいですね、皆さん、いくで、構えてや。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、サン、ハイ、ブランコなるし、大きな声で、ブラ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 、小さなおもろい、おもろいと、ギコ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 バッタン、エビ寄せ、はい、一人でやっても、手つけたら、はい、上に下、上に下、
にはジャマイカ失敗した時はマイカマイネームビズ劇団ボンボイカいろんな街が世界にはたくさんあるけど、やっぱり俺たちは京都がって言いますから、皆さんこう1番とね、こう1番いいですか、ね、京都、来月はちょっと痛みが1番とか言ってるかもしれないけどね京都、そうで、8月来たら痛みが1番な、で9月来たら高槻が名古屋いいか、でこの1番皆さん揃ったらね、あのまたこういい感じで盛り上がっていけると思うんですけど、いいですかね、とりあえず今日は京都が1番で行きたいと思いますね。じゃあ選択いたのね、アジトともにこのまさちゃんね、なんという顔してるんでしょうか、何でしょうか、ね、なんという顔してるんでしょうか。じゃあね、京都が1番行ってみましょう。ちょっとおだぶつみたいな今日あかんあかん、おだぶつだから、なんという顔してるんでしょう。あれ？いろんな街が世界にあった。